里崎チャンネル。こんにちは。今日はぶっちゃけトークですね。まあサムネにもある通り、はい、あるある動画です。これもうヒットコーナーです。おー、いろんなあるあるある中で、はい、ムカつく先輩あるあるです。はい、まあでもみんなムカついてるんでしょうね。ムカついてる。そう、俺の後輩も俺にムカついてると思うよ、はい、あとプロ野球界も俺にムカついてると思うよ。そうですか。バーッとばっかり言うしな、どんなに偉いねみたいな、上から目線で。でも佐藤さんもムカつく先輩がやっぱいたと。そうそうそう、うん、ムカつく先輩、こういう先輩本当にムカつくあるあるっていう、はい、よくあるから。まず一つ、はい、挨拶しても無反応のやつあるあるっていう。あるある。いや本当におはようございますって言っても、すーって、はこいつ聞こえてないんかっていう。でそういうやつに限ってあいつ挨拶せえへんとか言い出すの。はい、嘘つけボケって言って、してるだろって。してるけど反応しないじゃんみたいな。耳穴かっぽじって聞けって言って、挨拶やんすよって。反応しない人って何、ね、こうペコッとか。いやないよ、なんもないよ。おはようございますって次でいく。え、俺一生思うで、え、聞こえてないんかなって思う。もう一回言わないんですか、おはようございますって。いや、二回言ったことあるけど、はい、うん、普通に無反応。え、嘘やろって言って。だから俺はもう、はい、あ、名前言うようにしてる。あ、佐藤さん言いますもんね。袴さんおはようとか、うん、あ、野村さんおはようございますとかってプロ野球の最近でも言うじゃん、はい、ね、俺も名前言ったらもうあなたに言ってんだからね。だから俺が挨拶してないって言わせねえぞっていう。あ、そしたら周りも分かるわけじゃん、うん、やっぱ野球いっぱいいるから、はい、その他大勢になっちゃうから、うん、されてないって思うかも分かんないから、はい、だからもう俺はあなたに挨拶してますよっていう、はい、周りの人も含めて証拠作りのために必ず名前言う、はい、そうなんだ。それが癖になっちゃって、うん、今も名前で言うけど。それ知らない一般の人たちからすると、あ、名前呼んで挨拶してくれるって丁寧だな佐藤さんって感じですよ。だからそれが、だから最初はそれだけど、うん、もう今はもうそれが当たり前になってるから。へ、普通にそれだけど、まあ、そうやってした方がその人にしてる分には分かりやすいじゃん。分かりやすいですね、うん、だからもう名前呼んで、うん、あ、いいですね、挨拶するけど、はい、本当は？へー、全然。それがルーツだったんですね、うん、しかもそんで本当に言うからね、あいつ挨拶しないって。へー、嘘やろお前って。それはこれぐらいで挨拶して無反応の人はあいつ挨拶しないと言わないけど、はい、球場ぐらいで30メートルぐらい離れてるところでおはようございますって言っても、はい、まあ、自分にされてないと思うのかな、はい、わかんないけどあいつ挨拶しないとか平気で言うやついるから。へー、クソなの。ちょっと口が悪いですけどね。そうなの、はい、じゃあ次、はい、握手するときに力いっぱい握手するやつ。え、野球がよく握手するやん、はい、だからみたいな、こうやってその時にアホみたい、いや、それ強、これぐらいいいよ、はい、強くギューぐらいするやついんねん。握力測定じゃねえんだよ。痛えよバカって。そんな強い人いますよ、ね、いんのよたまに。マウント取りたいんか知らんけど、はい、痛いんだよボケって心の中でも。本当それじゃない、本当の握力強すぎちゃって。いやいや、そう分かんなかったじゃないですか。本当のバカだよ。気持ち入っちゃってね、おー、会えて嬉しいな、おお、うおーみたいな。アホやろ。そんなやつ。これぐらいだっていいよ、これなんかね、はい、強く。ギューぐらい。いやー、こうもう手こうなるから、こうこんな感じで。バカかお前と、本当もう真剣に心の中。それ先輩でも思っちゃうんですよね。思うやろ、痛いんだから。痛えバカと思う、心の中でも。言わないけど。先輩は私に会えて嬉しいんだなみたいな感じじゃないんですか。いや痛いね。痛い。痛いってアホやろ。佐藤さん痛いって相当な握力ですね。あ、バカだそいつ多分。はい。いや、おかしい。だって相手が痛いって分かってんのに強く握るってもうアホやろ。それで何を示したいのっていう。そうですね、うん、まあ、癖なのかな。いや、なんかもう何をマウンド取りたいのかなんか知らんけど、はい、痛いんだよボケって心の中でも。まあそういう方いるんですね。いるよ、みんなの普通の人の中でも多分いると思う、うん、握手、はい、影あるやろ強さにもね、うんうん、で次、はい、家族でいるのに挨拶しないとあいつ挨拶ねえなっていう人。家族でいるのにっていうのはだからまあね、昔動画で言ったけどなんかあのハワイでアナモアショッピングセンターを挨拶でにぎわってるみたいな、はい、だから要は家族でね、こっちも子供とかもいて家族でいて、であっちは一人だったり、うん、家族でいて、はい、で先輩だったら、うん、そんなもう挨拶いいやん、まあまあ、プライベートなのに、はい、それなのに常に毎日会うのよ、はい、のたびに挨拶をしないかったらあいつ挨拶ねえなっていうやつ、うっとしいね。そうですね、毎日会うんだよ、うん、まあ、すれ違ったら挨拶しますけどね。そうそう、遠くの方とかわざわざよ、じゃあフードコートに座ってよ、30メートルぐらい先にそっちペチ食ってて、はい、行くこともないのに、はい、わざわざ挨拶行くか。うーん、まあ、こっちあ、先輩いるってなって、でもそいつはこうでさでいいじゃん。まあ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 、確かおみたいな、うん、で向こう気づいてないかもしれないから、まあ行かなくてもいいかなってちょっと思っちゃうかもしれないですね。そんないいやろ、それは一人でいて、一、うん、人だったらまあするかもわかんない、まあ、ここ自分が一人だったらまあ行こうかな、ゴルフ場に行って一人で、うん、あ来てると思ったらザンス挨拶行ったりとかね、はい、でも家族でいるんだから、うん、もういいやん。まあそうですね、正直。しかもよ、野球界の一番、まあ、自分もいて面倒くさいところが、俺がね、じゃあ福浦さん、
家族がいたら、はい、あ、福良さんどうですってそう言いに行くよね、はい、日頃からもお世話になったりとか、うん、近いじゃんね、はい、他球団とか何の接点もないのに、はい、ただ年上っていうだけで、はい、挨拶しに来てくれたりするんだけど、はい、俺はいいで、わざわざコンクテンポって俺は常に言うんだけど、はい、他球団とか全く関係ないじゃん、はい、ただ年が上なだけじゃん、はい、いいやろ挨拶って。この子誰だって思うことあるんですか？そらあるよそうなんですかどこどこの何でもいいですみたいな、うん、それはもうそれはあるよ。へえ、まあ、こっち正直分かんないかもしれないですもんね、うん、それはあるそれは、うん、それはでもまあ見つけたらやっぱり野球界の上下関係って厳しいって言いますもんね。いやだからもうそういうのいいじゃん、うん、ユニフォーム着てたりとか球場とかだったらあれだけど、うん、そんな家族でいるのに、うん、わざわざ挨拶に俺は来ても欲しくもないし行かなくても別にいいんじゃないのって思う。ただこう思ってる先輩も中にはいるけれども、でも挨拶せんっていう先輩もいるわけじゃないですか。だからあるあるよ。そうですねだから行かざるを得ないんですよ、うん、だからあるある、だからあるあるなのよ、うん、そういうの早くもう変えてほしいよね。そうですね、うん、本当にそんなだってもしよ、うん、じゃあ TBS のじゃあ赤坂で働いてて、はい、東高層の人がいて、はい、挨拶行かんやろ。東北放送の人がいて系列でしょ。はい、系列です。挨拶行かないでしょ。え、自分が TBS にいて、ね、うん、じゃあだからじゃあ木更津アウトレットとかで、はい、東北放送の人が、はい、で TBS の人がずっと向こうにいて、はい、わざわざ TBS の人に東北放送で働いてますなんとかですって挨拶行かんやろ。分かんないですからねでしょ、はい、そんな同じ系列やっつっても、はい、うん、そんなあの大企業のみずほね、はい、みずほ銀行の恵比寿支店とかでいて、はい、で一回も会ったことないのに、うん、みずほ銀行の福岡支店いて、はい、あれみずほ支店の人かな、挨拶行かなきゃいかんやろ。じゃあ存在はこっちは知ってるけど向こうは知らないだろうなみたいな感じだって行かないですね、うんうん、だって行ったってなんか変な反応の時あるからで、ね、うん、みたいな絶対知らんやろみたいな誰だまあまあみたいなだからもうそういうのはさ、うん、いいんじゃないのって俺は思うんだよね、うん、そうですね、うん、でも挨拶してるのにしてないって言ってもいいし、とか言うとりそういう時にしなかったらあいつしないとかって言ったらもう鬱陶しいやろ、うん、そうですね、もうそういうのはやめていこうよっていう、まあ、ある程度でいいですよね。そうそうそう、関係がうまく保たれるレベルで、うん、うん、いいと思います。いいんじゃないのっていうね、はい、でもその中でやっぱ一番やめてほしいのはギューって握る人ねそれが一番なんですね。ああ、もうまあ挨拶はそうやって言いながらもまあまあするじゃんね、はい、透明でもね、うん、だからまあそこはそんな言うほど俺はまあする分には別にいいんだけど、はい、来てもらうのが申し訳ないなと思うから、うん、やめた方がいいんじゃないのかなって思うけど、そんな言うほどまあマイナス面ないじゃん、うん、ギューは本当に痛いからやめてほしいただただ痛いっていう、うん、マジで。そうですね、高松さんないんですか、ムカつく先輩、うん、いや私の場合先輩って言ったら結構人数限られちゃうから大丈夫よ、見てないよ。見てないか、うん、ちゃむかつく先輩いて、うん、ちょっと言っていいかわかんないけど、いつの先輩かわかんないじゃん、だって小中高大社会人あるから。そっか、まあでもこの話したら社会人だなっていうのはわかっちゃうけど本当に、まあ、その方は挨拶を結構しない先輩だったんです、うん、あ、どこにでもいるね、挨拶しない人でも、うん、自分の直属というか、うんうん、関わってて自分の仕事に重要なところの先輩にはめちゃくちゃ挨拶をするけれども、うんうん、後輩とか自分に関係ない人にはほぼ挨拶をしない先輩だったんですよ、うんうん、でも私は後輩なんですれ違ったりとか、うんうん、部屋に入る時にいたら挨拶するんですよ、うんうん、でおはようございますって言ってもリアクション無の時も中にはあるんですけど、まあまあ多分自分にの目の前で言われてるから反応はするんですよ、うんうん、でも首がこんぐらい動くだけなんですよ、うん、おはようございますって言ってみたいなまだいいや、反応してるやん。でも横目でこうやって見て、うん、みたいな、うん、普通のいい先輩はあ、かまちゃんおはようとか、うん、おはようって言ってくれるのに、うん、そうしたらみたいな感じなんです。俺組み込むくらい、俺もファンだよそれ辛いです。しかもよ、その後にあいつ挨拶にしてねって言われてそうですねまだいいじゃん、こうやってやってくれるだけで、あ、顎出し、顎出し、あ、顎タッチじゃん、こうやって顎タッチしてんじゃん。だから、袴田さんもこうやって顎出しちゃってなかった全然いいじゃん。いや、でもなんかしてるこっちが悲しくなってくるんですよね。俺はもういつ挨拶返ってくるかまでやり続けるよ、面白いからいやまあまあ、それかもうこれぐらい近づいていくからね。私もそうすればよかったですね。そうだよ、俺も言われるまで返せない人、俺めっちゃ近づいて言うからねしつこい、わざと。でも絶対そうしたら反応するから、うん、そうですね、だから面白いよ、うん確かに、おはようございますとかやればよかったですね。そう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 、ここらまで行っておはようございますっつったら確かにおうよしってなるかもしれないですねいやでもまあもう心を無にして、まあ、絶対帰ってこないだろうなと思いながらも、あったら心を無にして言ってました、うん、じゃああとは皆さんのね、はい、ムカつく先輩あるあるちょっとコメント欄に投稿してもらって、はい、ちょっとみんなで楽しみましょう。そうですね